おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。ね、ほんと久しぶりやね、はい、今日雨よ。雨ですね。これ話題がない人天気を降るっていうね。それ小川さんだけにしてくださいよ。雨降り出したもん。確かに昨日あんなに晴れてたのに。昨日はね、はい、辛かった。辛かった。今筋肉痛。ああ、私も肘が痛い。服は破れるわ、はい、足は筋肉痛になるわ、ね、災難でしたですね。でも楽しかったです。楽しかったです ね、 笑ってるわ。あら、よかった。200人が。よかった。200人本当入っとんやね、ここ。すごいですよ。見よって200人どうやって入っとんやろ思ったら、うん、まあまあぎゅうぎゅうで、ぎゅうぎゅうでちょっと こんなんなりながら。ちっちゃい小人もおるし、ね、はい、すごい、はい、本当に200人入っとんやね。入ってます、入ってます。では始めましょうか。始めますか。石栗のエブリマンデースタートです。石田クリーニングは2023年も全力疾走。きれいさっぱり全力クリーニング、全力リフォーム、動画配信、ドローン撮影、全力アルスター。今年の石田クリーニングも全力。石田クリーニング。石田クリーニングと夢と感動を形にプレジャーの提供でお送りいたします。皆さん、おはようございます。11月27日月曜日、石栗のエブリマンデースタートです。はい、アルスタキャスターの西田桃香です。パー、石田クリーニング竹倉みのりです。ちょっ、まだ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 早い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 全然早い早い全然早い本当な、慣れてないです。はい、どれぐらいぶり。僕多分ここですね、ないですね。あ、本当だ。昔のまんまだから。そうですね、はい。変わったことをちゃんと伝えてくださいよ。変わったことですか。はい、なんと、はい、体重が3キロ増えました。はい、お3キロ増えたんですよ。まあまあやばいでしょ。わかりますよ。スーツがもう締まらない。締まらない。変わったこと、はい、変わったことといえば、はい、はい、私竹倉実、11月16日で石田クリーニングの常務取締役に、ならさせていただきました。わー、ありがとうございます。これも本当皆さんのおかげなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。常務、いやいや常務、いや常務って肩書きって、はい、重いね。常務本当常務、ね、プレッシャーがね、はい、言われた時って瞬間は嬉しかった。あ、はい、僕なります、なりたいですってずっと言って、あ、はい、あのなりって言われた時はすっごい嬉しかったけど、はい、こう時がつれ経つにつれて、はい、うん、半月経ってますけど ねどん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 重くなって、うわ、プレッシャーもかんもう来て、はい、寝れない日々が、寝れない日々が2日間だけありました。2日間だけか。2日間だけ短いな。いやいやいや、でもそのもう涙をね、枕をもう涙でほんと濡らす日々が2日間だけあって。なんで泣いたんです。あくび。あ、結構ね、はよねえはよねえっていう話になってます。もうあとはもうやるしかないなと、はい、まあまあ確かにそうですね、やるしかない。もちろんね、この70年っていう、はい、今まで石田クリーニングに携わってくれた人、はい、ね、でキャストの人らをちゃんと思いを引き継いでやっていくしかないなと、はい、そうですね。じゃあどうやるんだろうと思って、はい、今日々勉強中です。おー、すごい。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。チャットも盛り上がっておりますよ。本当ですね。はい、おはようございます。牛メガネさん、おはようございます。銀さんもおはようございます。え、誰っていうことで、牛メガネさんが髪型が誰の竹原さんだって。竹原さん、竹倉さんね、はい、竹原さんだって来て、いや竹倉さんだ、すいませんということで、はい、
で、だんだんファクトリーの傷たくさん今日実はこう竹倉さんの代理で来てくれさせてるんですけど、はい、傷たくさん実はあのちょっと体調が悪いのは奥さんの方で、あのそれでちょっと奥さんにつきっきりということで、そうです、優しい、優しい、ね、せんといかんよ、優しい、せんといかんすよ、せんといかんですよ奥さんを大事に、本当ですよ。あ、でもね、待ち受け変えました、バッチリ見せてくださいよ、なんかクーポンが届きます、あ、やったほら、お、大丈夫、見せても大丈夫、ほらよかった、嫁さんを待ち受けにしております、えらい、あ、ほら消えた、あ、消えた、あ、消えた、はい、ほら、これ奥さんの後ろ姿です、へえってそうなんですよ、もう何年前だ、4年ぐらい前の写真を、ま、4年ぐらい前しかなかった、後ろ姿は、正面はあるんです、正面ありますよ、去年のが、なんでそれにしないんです、正面よりかはやっぱ後ろ姿の方がいいかなと、やっぱいろんなとこで見せた時、正面やった後で嫁さんからクレームが来るんで、すごいな、見せるんや、いや見せるときないです、いや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 、ないです、ないっすね、こうあえてポンって置いてトイレ行ってその間に見られるみたいな、ないか、そんないたずらするの多分法人ぐらいなんですよそうですね、ほんと、はい、そのパターンは、はい、仲がいいところってのはね、出しとかんというか、はい、そうですね、思って仲がいいことはよろしいことですよ、そうですね、いいことやと思います、はい、本当に仲 よろしいのはいいことやと思います、はい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 、はい、行きましょう、そうですね、どこに行く、どこに行くじゃ続いてのコーナー行ってみますか、行きましょう、はい、石田クリーニングは2023年も全力疾走、綺麗さっぱり、全力クリーニング、全力リフォーム、動画配信、ドローン撮影、全力アルスター、今年の石田クリーニングも石田クリーニング、メイクストピックス、テイク2、このコーナーでは社内で起こった出来事にスポットを当ててお伝えしちゃいます、今週のトピックスはこちら、羽毛があったかい理由知ってますか、なぞなぞよ、なぞなぞ、クイズか、うん、なぞなぞはちょっと引っ掛け問題みたいになるんで、知ってます、知ってますよ、お、さすが常務、だって羽毛でしょ、はい、あの鳥さんが、鳥さんがまとってるやつでしょ、はい、鳥さんがまとってるやつ、はい、あれはもうあったかいからあったかいんですよ、どういうことあったかいからあったかい、もうあったかいようにできてるんですよ、そうですね、 Google 先生も多分そう言ってくれる、はい、いや公式 LINE に来てるんですよ、見た、見ました、見た、本当に、本当に絶対嘘でしょ、見とこって今言った今見とこって言ったよ、はい、羽毛があったかい秘密って皆さん公式 LINE に来てますよ、見ましたか、羽毛は空気をたっぷり含めるので暖かいのですが、汚れが付着すると羽が閉じ空気を含めなくなるので保温力が落ちます、ダウンや羽毛布団を洗い忘れていませんか、寒くなる前に綺麗にして冬に備えてくださいねと書かれております、お、謎が解けた、謎が解けました、持ってる、ももちゃん、ダウン、ダウンですか、はい、持ってないですね、え、嘘、え、持ってないです、多分ダウンジャンバーもない、持ってないです、なんでそんな疑うん、なんかおかしい何言ってるの、冬ですか、普通のジャンバー、ダウンじゃなく、ダウンじゃないです、本当にダウンじゃないです、ダウン買いに行こう、ダウン買いに行こう、買いに行こう、あ、買ってくれる、ジョームが、ジョームが買ってくれる、いや、天の声さんが買ってくれる、あ、天の声さん、天の声さんは羽毛めっちゃ持ってる、本当です、あ、そうよな、でしょ、そっか、自分の鳥さんと仲良し、自分の羽を、あ、そっか、あ、確かにね、あ、あ、行けます、大丈夫、マイクがおかしいらしい、うん、大丈夫です、はい、確かにね、そういうことか、羽毛って
僕が羽ってこと。そうです。むしりましょうみやから。はい。ちょっとじゃあ、ちょっとやってください。思いにちょっと取っていただけたらなと思いますけども。はい、引きちぎりますね。痛い。痛いはやっぱダメです、言ったら。確かにね。ギャー痛いはダメですよ。赤いやつも映っちゃダメなので。赤いやつもダメですよ。はい。じゃあ映せないんで。痩せ我慢大会で。はい。痛いって言ったら負けで。負けで。負けで。でちょっと今ね結構質問が来てますね。あらららら。ダウンジャケットクリーニングって中の羽毛もクリーニングしますか？ダウンのクリーニング。だから全部洗います。ね。はい。丸ごと。僕も大丈夫です、今僕言って。あ、いいよ、どうぞ。僕もシーズンで着る前に出すんですけど、はい、やっぱしまってたら、なんていうんですかね、湿気を含んでちょっとペチャってなるんですよ。あー、なりますね。持ってないのに。持ってないけど分かりますよ。実家にはあるんで、羽毛布団が。そうそうそう、ね、実家にはあるん。実家にはあります、ね、で、使ってたらこう湿気をどんどんこう含むからペチャーって薄くなるけど、やっぱクリーニングに出したらまたふわふわってなって軽くなる。ボワってなります。そう。だからこれね、天の声さんなんかもたまには自分で、ああ洗濯機の中入ってぐるんぐるん回されて脱水されて、そうでちょっと乾燥させられて、はい、出てきて出てきてふわ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 とでまた空に飛んでいけると。なるほど、そういう仕組みがあったんですね。はい、そうです。はい、なるほどなるほど。竹倉ジョーンも半分ちょっと羽毛取られてますやみたいなことがコメントできてますけど、これはあれですよ、困ってる人に分け与えてるんです。ああなるほど、アンパンマンと一緒。いや、一番分け与えなきゃいけない人が目の前にいるはずなんですが、目の前カメラしかないですけど。あ、そうですそうです、ね、カメラですよ。あ、すいません、そっち見れなくなるんでやめてもらっていいですか？振り返っていただいたら、一番分け与えてあげないといけない人が、いや見れなくなるんで、あ、カメラをずっと見ます。そうです。だから困ってたら僕ちゃんと分け与えていくんで、困ってたら。いや、困ってますよ。困ってないです。いや、困ってます困ってないです。困ってますよ。カメラ止められたら怖いでしょ。はい、この後怒られてください。怒られない。まあしっかり羽毛布団、もう羽毛ダウンも洗ってくださいね、皆さん。そうですね。で、今もう本当増えてきてるんで、ダウンのジャンパーとかダウンベストとかもね、そうですね、あったりするから、そうだ。で、羽毛布団ももちろんそうやし、うん、で、あとはそれぐらいか、羽毛ダウンジャンパーダウンぐらいかな。ベスト、でもダウンのマフラーとかもありますよ最近。ある。確かにね、あるね。ふもふの。うん。ちょっと周りがこうツヤツヤというか、シャカシャカのやつで中にね入ってるやつやもんね。あるある。あったかい。あったかいんですか？あったかい。あったかい。羽毛ってあったかい。あったかいからな。あったかいですよね。なんかアウターじゃなくてインナーで着るダウンみたいなのもあるでしょ。そのスーツの下とかにね。スーツの下にね。着る、なんか要は薄いというかダウンのベストみたいな。そのスリーピースの内側のやつがちょっとダウンになってるみたいな。ああ、そうそう、みたいのがあったりもするので、あれ僕欲しいんです。欲しいんです。買ってください。ちょっとプレゼントしてください。いやです。竹倉さんの欲しいものリストでちょっと公開しておきましょう。欲しいものリスト作っていいです。作ったか。全国のリスナーから送られてくるかもしれない。確かに、うん、買ってくれるかもしれないですね。やった、作ろう。あれ作っとる人すごいなって思って。ももちゃん作ってない欲しいものリスト？作ってないですよ。作ったら買ってくれます？誰か気が向いたら買うと思う。あ、ほんと？ね、僕のご近所さんで、ご近所さん、そう、欲しいものリストといえばご近所さん、もう本当にこれはちょっと個人情報になるのでなかなか言えないんですけど、はい、結構な有名な方がいるんですよ、はいはい、おそらくね、配信してるっていう噂を地域で聞いてて、その人の玄関めっちゃいろんなもんが積まれてるよ。わ、みんなが多分送ってきとるんやろうなと思って。すごー。で、その人さ、ビールとかがこう1ケースで届くわけですよ、はいはいはい、でいろんな銘柄のビールがこう廊下に、こう玄関の廊下に出てるのよね。入れりゃいいやん、玄関の中、はい、あ、もう家の中、はい、だけどその人そっからビールを1日何缶ずつか持っていけるだからさ、通るたびに、あ、今日飲んだのやろなと思ってとか、これ持っていけるんじゃねえかと思いながら。外にあるんでしょ？もう外にあるんですよ。だから玄関ちょっとだけ開けて、そっから手出して、だから
手出してビール取って中入っていきますよ。じゃあ欲しいものリストに次冷蔵庫いきますよね。そうでしょうね、確実に冷蔵庫でしょうね。でも今の時期やったらまだ良くないですか。まあね、今はね、はい、冷えてるし、冷えてますよね、うん、外に出しとったら夏になったら大変よ、もう腐る腐る最悪。すごいよね、入れたらいいよね。まあ重たいんでしょうね。とかやから開けてないアマゾンの箱とかがもうめっちゃ散らばってんね。散らばってる。それはまた大変。ちょっと あれと思って雨濡れていかんなと思って廊下の横とかに俺避けたりするけど、すごいのよ。すごい人がいるんですよ。おーそれ。でも本当に送られてくるんやなと思いました。すごいな、うんね。僕もたまにあの知り合いとかで配信僕も しようとか思って、はい、欲しいものリスト見るけど、最初の上の方は結構安めのコスメとか、はい、2000円3000円、はい、で、あ、謙虚やなって思えたら下に行くにつれどん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 高くなるっていう。ですよね、その桁が違うやんっていう。なんか怖いですよね。だからファンですって言うじゃないですか、はい、ファンですって言ってよかったらこの欲しいものリストあるんであの送ってくれたらって言ったら、そこでなんかファンのレベルが測られるよね。怖い、マジで怖い。そのあ、この人1000円なんやみたいなね。そう、 うわぁ、そんなん思いたくないな。思いたくないけど多分思われるような気がする。でもそうですよね、うん、結局だってもね、全部も1000円のもんやったら1000円だけでは集めてもらいたいけどね。あー確かに、ね、確かにね、何円までっていう、うん、ね、決めちの方が送りやすい。確かに確かにね。あ、この人こんだけしかくれんのや、じゃあもう配信で読むんやめようみたいな感じになるんやろね、多分ね。人間の心情的にそうなっちゃいけないんだよ、はい、多分ね、あるある、万人平等でおらないかんだけど、平等は無理よね、はい、っていうなるんやろね。難しい、怖、うん、怖、はい、怖い。ということでね、ちょっと話は脱線しましたけども、はい、羽毛が暖かい理由皆様分かりましたでしょうか。よければ店頭に行って公式 LINE 登録してみてください。そちらで毎週いろいろなトピックスやお得な情報を発信しておりますので、ぜひ公式 LINE の登録もよろしくお願いいたします、はい、ということで以上ミックストピックスのコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、で今日はですね、竹倉常務に来ていただいているということで、はいはい、なんか話すことあります、はい、何話しましょうか。なんか聞きたいことあります。聞きたいこと、はい、聞きたいこと、ちょっとリスナーさん今日聞きたいことありますか。竹倉常務に何でも喋れます。あ、みゆさんもこんおはようございます。みゆさんも来られてるわね。おお、ほんとだ。あ、うちは旦那さんが飲みすぎるのでビールを隠してます。毎日2本までです、ということで。おお、2本飲めるんだ。2本飲めるはいいっすね。ちゃんと2本飲めるっていうのはちょうどいい、うん、飲みます。飲みます。おお、毎晩。いや、毎晩じゃないですよ。買い物に行って、まあその時にこう自分が買うもんあるでしょ、はい、買うもんに合わせて今日はこれを飲もうみたいな気分で。ああ、おしゃれで、おしゃれなんじゃ飲み方してるんですね。おしゃれなんですかそれ。なんか肉とかやったら多分赤ワインとか。そう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 、あ、だから最近魚のフライ系が多かったんで、はい、白ワインをちょっとたしなみました。たしなみ、たしなみました。へえ。興味ないって言われとる。本当に興味ない、うん、もうちょっと知りたいことない。いや、特に。なんで？なんで？あ、質問来ましたよ。あ、来た、やった、はい、竹倉常務は何ラーメン派ですかって僕ですか。僕はシンプルに醤油なんです。おー、あ、いいっすね。シンプルが醤油なんですか。シンプルでしょ。あの、二郎系とかいろいろ何々系とかってあるでしょ。そっちよりかはもう昔ながらの醤油、まあ、中華そば。あー、うん、いいですね。で、この時期って中華そばがうまい。どこ行きます、ラーメン屋さんって。ラーメン屋さんは最近行ったのはすぐそこにあるんですよ。どこなんですか。どこ。銀行があって、その横にあるラーメン屋さんが美味しいんですよ。どこ。名前が出てこないんですよ焼肉屋さんのとこじゃなくて。あ、そう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 、ね、そこ。どこ。めっちゃ美味しい。へぇめっちゃ美味しい。名前が出てこない。名前が出てこない。気になるな、うん、気になるでしょ、うん、まあ本編でちゃんと話します、それは。どこの本編、どこの本編で喋るの、このラーメン。これショートじゃないんですよ。ショートじゃない、ショートじゃないんですよ。概要欄で、概要欄でじゃない。あ、違うんよな。違う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 。でもね、でもそこのラーメン屋さんって本当美味しくて、はい、あのちっちゃいんです。中はちょっと狭いんです、はいはいはい、カウンターだけと
カウンターとボックスが一席、うん、すぐ埋まります。どの辺なんです？その辺です。その辺なんですよ。東ハブの東ハブ銀行があって、その伊予銀行ローソンが、あ、わかった、中華そば、そう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 って書いて、はじむはじむだったはず。はじむ、あ、本当にはじむやでしょ、ほらはじむ、ほらほら常連、あ、中華そばはじむ、あそこね。そう、あ、あここか。そう、そこに行ったらいつものを言って。あ、そうですね、そうですね、そうですね、セブンスター。はいはいはい、あ、ここ並びますよ。愛媛県松山市東ハブ町330-1ね、そうです、本当にもう中華そばって書いてあるよね。そうです、本当中華そばなんです、うん、大将見てます？見てないでしょ、絶対絶対見てない、絶対見てない。多分大将見よっても誰っていう。あ、まあ確かに、こいつ誰っていつもの言うて何ですかって言われる恥ずかしいやつ。あれそれって何ですかって。しかもいつものって言ってみたくない。いや、あ、いつものね、言ってみたいですね。どうぞ言ってください。言ってくださいよ、もう。何でしょうかって聞かれるのが怖い。あれが一番恥ずいよね。知り合いとかに、いや、ここいつも行ってる店なんですよつって、大将久しぶりみたいな感じで、はいみたいな感じで、なんか向こうがピンと来てない感じやけども、それでもう無理やり乗り切って、大将すいません、いつものでつった時に、お客様、あの当店ご来店初めてじゃん。いつものって何でしょうか言われたら、もうたまらんっすね。あれは辛い、辛い、ほんとね。でも俺それね、辛いけど、なんかそれ俺ね、多分ね、でもね、どっかのバー行った時に、はい、横に多分デートで来てたんよね、カップルが、はい、で、男性の方がちょっとなんか入った時からちょっと生きってる感じがしてて、おお、なんかここの店はな、こうなんよみたいな感じ言って、それをリアルに、そのシーンを見たことがある。あ、いつものって言って、お客様いつものって何でしょうかって言ってて、えみたいな、あの変な空気が流れた時に、カウンターで俺一人でうわーって言うたもん、多分。うわー、彼女つら、つらいなー、まあ、彼女なのか、その日初めてデートに行ったのか。あ、でもそのデートで生きてる男性って、うん、たまに本当見ますよね。きしょい、なんかこう彼女とご飯食べに行っとって、はい、よく食べるキャラの男性、はい、が、はい、俺大盛りで言うて、で彼女がすっごい食べるんやねっていう横で、あの法人の大きい子、はいはいはい、連れて行ってもっと食え言うてやって、その子の顔を潰すみたいな。何をしてるんですか。相当やばい。何をしてるんですか。やばい。え、結構知ってた、あの最近知ってね、昔あの豚骨ラーメンの替え玉無料っていう店が、あー、前はねありましたよね、あったでしょ、はい、今はもうないんだけど、うん、はいはい、ね、そこであの替え玉無料だから3人ぐらいで行って、で高校生と張り合う、もうおっちゃん連中がひたすら食べて、僕が替え玉9で、その大きい子は20とか食うんすよ。もう最後汁がないけん。ああ、そういうことですよね、うん、確かにね、ただの麺を食べる。で高校生らは逆にドン引きするでしょうね。綺麗にドン引きします。でしょうね、食べ盛りの高校生でもドン引きするんですから、はい、絶対に。その後僕らはもうちょっとグロッキーになってますよ。でしょうね。あれラーメンはダメっていうか、胃で膨れるんですよ、麺。あー、吸い込むから。だから最初はあ、いけるいけるって思ってもどん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 膨れるんで、そこを考えて食べましょう、皆さん。そうですね、あの20とか9とか行く人、はい、そうそういないんですよ、うん、知らないです。綺麗になくなりますよ。それはもう茹でたのだけを食べる。それは果たしていいのか、うまいのか、ま、おいしい、おいしいんです。いや、海苔ですよ、もう。で、あの店員さんがひっきりなしに来るのがちょっと面白くなるって、僕らが、はいはい、まだ行くかこの人は、まだ来た、また来たみたいな。わんこそばじゃないんですよね。わんこそばはしたことないんで、したいんで、連れて行ってください。連れててください。お願いします。お願いします。お願いします。誰かに言っといたら欲しいものリスト的にくれるなと思って言おったよなと。そうです、そうです。そういえばこんな意見あったよなみたいなね。確かに確かに。で、ちなみに皆さんは街飲みした後はラーメン行く派ですかってみゆさんから聞かれてます。あ、行きます。行くんだ。若いかもしれんな。あそこに行くのが好きです。何だっけ、あの名前が出てないよ。私もやった。あれあれあれ、仲いいとこ、周平。そう、あ、周平さんね、周平ラーメンねに行きます。
必ずかほでもまあ2回しか行ったことないんやけど出た、いつものや常連風、常連風2回しか行ったことないんだけど、まあそうそうそう、一番町つけ麺のつけ麺ある、ま、町中よね、町中です、あのカウンターがこうぐるっと回った、そうです、そうです、そうです、そこに2回ぐらい行きました2回美味しかった、あそこ美味しい、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 最近行ってない、美味しい、でもあの皆さん飲み終わってラーメン屋行く人って結構日本の方多いじゃないですか、はいはいはい、で僕がちょっとここはって思うとこがいっぱいあって、はい、結構飲んでからラーメン屋って行くじゃないですか、はい、まあ、時間帯も1時2時とか、あ、そうですね、そこで瓶ビールを頼まれたらちょっと辛いんです、僕、あ、でもね頼むんよね、なんで頼むんやろうか、あれ、あの瓶ビールはもうなくてよくないです、というかもう腹パンパンにしてる上にまた腹パンパンになろうとしてるから、そうなんですよ、あれ食べれんなるよな、ラーメンがな、やけど瓶ビールやからな、こう共同作業で開けていかないかんから、そうでも最後結構残っとんすよ、あー確かにね、そう最初のなんか一杯目だけなんですよそう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 、あーうわーすーって飲んだ後に、うん、もうええかなそうそうそう、いや一本でええってお腹パンパンなんですよ、もうその時点ではだってもう何回も飲んでるから、もうそこではほんと逆にコーラとかのがありがたい、あーいいですよね、ソフトドリンク系の方が、でも水が一番いいんじゃないですかね、その時になったら、天然水のとこがあるっしょ、たまに、あ、そうなんや、天然水の時ちょっと辛くなる、え、なん違いがあるんですか、違うんですか、あの町の天然水どういうこと、あ、どうや、そういうことねそう、八坂の天然水、こっちのね町飲み屋街の天然水、ジャグジャグキッてひねったら出てくるお店、あ、うん、が苦手ですか、僕苦手です、水道水、はい、匂いが強くないです、わからんな、わからんな、ここまでわからんな、そんなリッチやったんです、水道水は飲めないんです、うわ、あ、でも水道水は飲めないよですよね、うん、別に飲めない、家のやつは飲んだことがないですよね、うん、あ、でも実家のはあるけど今の家はないな、確かに松山に来てからは、なんかそうなんよな、そうそう、うん、うん、ないですね、だから全部ろ過したやつ、そうそう、ろ過したやつ、うちも、うん、あ、で今あのうち買ってるのがお茶を入れるこうなんかあるでしょ、はいはいはい、あれにろ過がついとるやつ、あ、そんなんがあるんですね、すっごい美味しい、へえ味は一応神の舌を持つ男っては思ってます、嘘でしょコーナーかーすごいな、これそうなん、ね、僕はアウェイに来たんかな、あーってあー言われて、あーって、はい、いやでもね、水道水でも愛媛は多分すごい美味しいんでしょ、都会から来た人が普通に飲めるわって言ってたから、でも無理ですね、なかなかね、でも小学校の時とかみんな飲んでたでしょ、あの時は飲んでたね、もう何も考えずに喉が潤ったらいいやっていうところで飲んでたでしょ、水筒の水がなくなって、ね、足りなくなって、ウォーターサーバー、はい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 、ウォーターサーバー冷たくなるやつね、そう、うん、こうなんかボックス型のあ、ね、あれを飲みよったことない、飲んでた、あれ高校までなかったですよ、嘘、焼酎ないです、あ、焼酎はなかったかもね、高校になって初めて冷たい水が出てくるってちょっと感動したやつね、え、小学校からあった、どんだけ栄えた学校に行ってらっしゃる、すぐそこです、すぐそこで、すぐそこです、あ、やっぱり、はい、すぐそこで、すぐそこで、あ、なんか牛メガネさんから家では地下水飲んでますっていう、地下水、地下水が出るんだ、井戸水、地下に水脈があるんでしょうね、多分、それって飲んでいいもんなんです検査しとるでしょ、あ、どうするやろうね、なんかそれもろ過するんやろか、せんとね、いかんのやろか、分からん、地下水やって、え、じゃあ皆さんのお家ろ過水ついてるんです、ろ過器がついとんです、うん、ついてますね、うちは、うちついてないです、どういうことですか、なんかそのポットみたいなのについてるから、あー そういうことか、うん、水道水入れたらろ過されるっていう、うちウォーターサーバーです、いや、ウォーターサーバーが一番いいよ、冷たいのも出るし、だってあったかいのも出るし、便利、めちゃくちゃ便利よ、便利やけど段ボールが鬱陶しい、段ボールは、ね、貯めて貯めて持っていったら、トイレットペーパーに変わるという、あ、
うち基本それ。あ、本当です。1ヶ月に1回持っていく。トイレットペーパーもらう、うん、それどこに持っていくんです？あの金城さん。金城さんやな。金城さん。めっちゃ金城さんやな。金城さん。金城さんなんですね。はい、うち普通になんか伊予市になんか段ボール捨てるところがあるんで。うん、あ、金城さん。24時間捨てれる。あ、そうです。あれも金城さん。あ、金城さん。金城さんすごい。そう、直接持って行ったね、そうそうそう、トイレットペーパーとかお菓子とかくれたりする。うん、ボックスティッシュとか選べたり。あ、ボックスティッシュね、確かに。結構便利なんですよ、あれ。金城さん。金城さんすごい。すごいですよ、金城さん、本当。金城さん。金城さん。え？もうさっき牛眼鏡さんの地下水、ろ過はしてないですって、昔から飲んでるから気にならないんですよねって。ちなみに同じ水を牛も飲んでますって。おー、牛さん、すごいな。でも地下水いいっすよね。ずっと冷たいんやろうね。どうなんです、夏も冷たいし、冬も冬あったかいとかっていうことないです。あ、そうなんすかね、うん、夏は冷たくて冬があったかいって。へえ。うん、あー、ですよね、なるほどなるほど。外気温とか外の気温が変わってるが、そういうことか。地下水自体はそんなに変わってないということで。へえ。ということでね、今日はお水の話をたくさんしましたけど、ラーメンの話じゃなかったですか？ラーメンか、ラーメンから水に変わった。面白いですよね、こうやって話ってこう変わっていくんですから。すごいですよね。へえ、ということでね。はい、はい、どうでしたか、竹倉常務。はい、出てって言われたのが本当ここ始まるちょっと前、1分も経ってないぐらいに、はい、空回りでした。はい、そうですね。はい、これはそうですね。これは相当いやいや、空気感で感じてます。そんなことないですよ。あ、めっちゃ空回りしとるわこれ、はい、そんなことないです。白塗りの次やなって思いました。はい、白塗りし喋らなかったかい。あれは伝説です。はい、自分の中でも。はい、あれはもう皆さん見んといてほしいなと思います。次もしあったらやってください。気合だけで。そう、あれ化粧品もちゃんと買いに行ったんやけん、専門店に。わざ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 買いに行った結果、喋らず終わった。喋らず終わった。めっちゃおもろい。その話聞いた時めっちゃ笑いましたもん俺。うわ、あれで残ってますね。 YouTube も撮ってたんで。あ、そうなんすね。はい、最初その白塗りしてきた言うて、え、なんかテレビはかなんかやったんすかって言ったらラジオって。え、それは何のためにしたんです？その時のゲストが、まあ、はい、キズタクさん、はい、元々のコンビ、あ、はい、姫コロンの2人でしょった時のコンビで、はい、よし芸人さんだからこっちもちょっと頑張ろうと思って白塗りするってなってして燃え尽きました。なるほど。やっぱ芸人さんのトークってやっぱ早いじゃないですか。はいはいはい、そうですね。入れなかった。でも白塗り悲しいな、なんか今の入れなかったが寂しい。そう、ハンバーガーとかハンバーグとかね、入りやすいこうテーマで話しとったけど入れないの。ももちゃんやってみる今度。白塗りですか？うん、白塗りは嫌です。もう白いですもん。じゃあ黒塗り。嫌だな。グラサンかけて。誰やった？鈴木なんとかさん。松崎しげるか。そうそうそう。嫌だなぁ、あんなに黒くなったら悲しくなる。大丈夫よ。そうですね。だから白塗りの光景を見たい方はこのアルスタの YouTube チャンネルですかね。あ、ありますね。はい、の下の方に多分あると思うんで。でワクワクのやつもあるんで、アルスタ入ったらいろいろな、はい、チャンネル飛べると思うから、うん、ワクワクアルファスタジオ。そう、そうですそうです。ラジオのやつに多分載ってるはずです、はい、あれはできたら見ないでほしいです。見ないでほしいリストナンバーワンなんで、あれは概要欄に貼りましょうよ。そうね、そこは貼るんですね。はい、そこは貼っていくん。はい、誰がするんです？あ、そう、もう神の神じゃない、天の声さんが。うん、うんって言ったんでやってくれますよ。あら、この後、はい、ちょ探しておきます。じゃあちょっと、はい、そういう店でも流されたら最悪っていう。前提の皆さん、すぐに流してください。あ、そっか、そういうことか。そうやな、モザイク入れときます。その処理もせないからね、それね。ボッテカのモザイクで。ボッテカ、ボッテカで。うん、そうそうそう。あ、そっか。画像取り切れたらね。あ、スクショして。そうそうそう、
竹倉さんだけ加工しておいて、でこの辺に貼ります。え、何、集合写真休んだ時みたいな。そう、休んだ時みたいな感じで。なるほどね。相当おもろいやん。心霊やん。心霊写真やん。今、はい、今白いものが見当たらないぞ。ないな。赤いペンならあります。今からライブで塗ります。はい。もうこの後どうしたらいいんですか。そのまま行ってください。だってその白塗りの時も車に乗ってここまで帰ってきたんですか。怖いな。めっちゃ怖い。怖いやろな。夜中とかあったらマジでギャー言うやろな。何今のっつって、うん、二度見はするな。ねえ、見たって。横に止まった車がガン見してくるっていう、うん、うわーってなりますもんね。何って。こっちはハンドルきれいに持っとかんといかんかな思って一応フッて見たら向こうがフッて、うんうんうん、早い早いみんなでしょうね。まあ、ね、怖いな。白塗りしとる人とすれ違うんは。なかなかないよね。恐怖、うん、恐怖でしかない。特に夜とか人気がない道路とかで。それ夜じゃなかったんです。それは昼通って帰っこっち帰ってきたの5時とかそんぐらいかな。ああ、夕方の微妙、うん。ああ、確かにそうですね。確かに、ね、確かに確かに、うん、サンタクロースがバイクにね乗ったり乗ってます、ね、することもありますから。白塗りスーツが白塗りスーツが乗る可能性はあるということですから。それは都市伝説になってきますよそろそろ。確かに小学校とかで聞いたらいいじゃないですか。なんか最近怖い話とかあるって。最近なんか白塗りの人が出るって。真っ白い顔だね。でその人にやったら自分も白塗りされるんや。だから逃げないかんな。なんかどん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 なんか大きくなっていくんでしょ。そう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 。逃げても追いかけて、追いかけてくる。時速100キロとかで走ってくる。逃がしてくれんのやとか。すごいなっていうのが出てくるかもしれないですね。はい、そうやってなんかそういうのが生まれてるのかもしれないですけど、はい、さて今週はもう11月も最後でございますよ。はい、早い、はい、早いでございますよ。もう、え、本当ですね。社長来なかったですね。はい、何をしてたんでしょうか。はい、はい。はい、今週もね頑張ってやっていきたいと思います。はい、12月も入ります。はい、で、年末のお掃除とか大掃除とかもあると思うんですけども、やっぱり早め早めで。そうですね。年末のお掃除も早めにやるとですね、先ほどの金城さんも混まないと思います。そうです。金城さん年末めちゃくちゃ混むので、多い。南クリーンセンターとか、ああいうそのゴミを持っていくとことかは、そうそう。めっちゃ混、ね、混みますからね。そうこまめにやっぱね持っていくのが大事だと思います。クリーニング屋さんもぜひぜひ早めに持ってきていただくと。はい。ありますのでね。で、あと、まあ、年末年始のお休みのスケジュールとかも固まりつつありますので、またそちらも発信させていただけたらなと思っておりますよ。はい、という感じでですね、今週も頑張ってやっていきましょうよ。はい、はい、なんでこのテンションだと思って。おかしいやん。え、そんな感じやったっけ。いや、だって今日あれでしょ、最終回でしょ。最終回になるんかな。そう、はい、今日最終回ですよ皆さん。最終回なのかな、本当に。はい、本当に本当に本当に今日は最終回でした。はい、なんていう終わり方これは、うん、まあまあこれぐらいがちょうどいいんじゃないです。なんか、ね、新年祭り、まあね、そうなのよ、まあね、そうなのよ。なんかね、実は実はみんな笑いの中で終われたらいいよね、うん、そうですそうです。キズタクさん残念。はい、最終回に来ないもんね。ほんとね、俺今日の朝電話かかってきた時思ったよ、持ってねえなって。確かに、あ、今頃いや思いましたよ私も。だって、あ、キズタクさんからえって来てます。そうなんですよ、キズタクさん今日ラストですよ。はい、もう、はい、そうなんですよ、はい、はい、ありがとうございました、キズタクさんの、はい、2年ほど、はい、2年ぐらいですかね。2年ぐらいかな、うんうんうん、やってきましたけど、はい、楽しかったです。ももちゃんどうでしたか、こうやって人前でこう話すというか。楽しかったですね、まあ、本当に面白かったです。皆さん、そうですね、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。お店にも来ていただいて本当ありがとうございます。はい、で竹倉さんはやっぱこの2年間やってきてどうでしたか。僕は本当はミックストピックス僕のコーナーですからね。確かにね、はい、そうです、そうですよ、あれ僕ですよ、しょっぱな。そうよ、で今日からって言ったのに、今日からやりますって。じゃあ次の週いつ呼ばれるかな、打ち合わせいつかな思ったら、当日になっても今から電話したら、あ、竹倉さんいいですよって。大丈夫ですって。大丈夫です。って思って、その初日終わって
天の声さんとかがあやっぱめっちゃいいですわ来週もお願いしますって言って来週こんかったっていう。そしたら私に代わってた、はい、ちょっとほんまにだって竹倉さんが悲しい感じなのあほんまに僕いらないですほんと人生何があるか分かんないっていうのを、ね、そうですね実体験しました、はい、あれあじゃあ素晴らしいだからそこがやっぱっだから持ってるんですよ持っとる1とそう1とケツがあるから、はい、そういうことねほんとたまたま戻ってきたんですはいあの回収行っててあのお引き取り行ってて、はい、帰ってきたらちょうど呼ばれたって言われておこれがもっと混んでたら出てないんですよあ私一人で最終回を迎えるところだったんですね、はい、いやよかったでもこうやって、ね、花がエブリマンデーにも添えられたということで本当に楽しい2年間でしたね皆さんで、はい、本当に楽しかったです皆さんありがとうございました、はい、でいろいろとこうやっぱり石田クリーニングのいいところもたくさん発信できたと思うのでもっともっとこう石田クリーニングを愛してもらえるようにこれからもみんなで頑張っていきましょうはい、はい、ということで石クリのエブリマンデー皆様ありがとうございましたバイバイありがとうございますありがとうございましたちょっと待ってねやっときますやるやるやるよやりましょうかいくよエンディングいいです、はい、最後にあれ流しとかなくていいですオーブイエンアルスターアルスターズアルスターズアルスターズ流しとかんでいいですプロモあったなはい、はい、いいですいないいよいいよ全然アルスターズの動画だってアルスターチャンネルあるからPV があるからあの神の声とかが歌ってるからそう みんながっつり歌ってるから俺らがっつり一生残してる一生残してるうん一生残しとくし、まあ、神の歌が別の歌が歌ってるファイルも俺持ってるから持ってるから全部公開しましょういやいやはいということでね石田クリーニングエブリマンデー皆さん本当にありがとうございました、はい石田クリーニングは今年70周年を迎えてまた100周年に向けて一歩ずつ一歩ずつお客様と共に歩んでいきますよということでキャストの皆さんそして石クリエブリマンデーファンの皆さん一緒に行きますよせーの石クリありがとうございましたありがとうございました したバイバイバイビーこの番組は元気に仲良く力いっぱい石田クリーニングと夢と感動を形にプレジャーの提供でお送りいたしました。